つまで苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜、151年風を落とした窓。大震災ボランティアステーションの、ボランティアバスチームのリーダーをしております新井と申します。はい、よろしくお願いいたします。こちらですね、はい、新井さんの方ちょっとかなり緊張気味なんですが、こちら今こう映ってるのがなんか宇宙が映ったんですね。宇宙が映ったんですね。こんな風にしたら、全世界の、はいはい、全世界のこんな顔しちゃっていいんでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、本日は、KSVN のスタジオからお送りさせていただきます。よろしくお願いします。はい、丁寧にありがとうございます。さて、毎週ですね、はい、毎月、はい、第4水曜日が、はい、KSVN から、はい、それぞれの活動を、はい、紹介するということで、はい、毎月、やらさせていただいているんですが、はい、今回バス今日来てるボランティアバスさん、はい、何もそうですね、段取りというか伝わってないようですが、あのですね、以前にですね、ボランティアバスチームというのがどんなことをやっているかというのを紹介させていただいた回があったかと思うんですけれども、要は、被災地の方に、ボランティアを乗せてバスを出して、ボランティア活動をして帰ってくると、はい、というような、活動をしております。はい、はい、で、具体的にはですね、岩手、それから宮城に、そうですね、大体岩手の方は神奈川のですね、はい、金太郎ハウスという宿泊所がありまして、そちらの方に、何日間か泊まりでですね、行きまして、その周辺の、例えば東野ですとか、それから、大土、ですね、といった周辺のですね、地域の今そうですね、がれき撤去などは終わりまして、漁業支援が主になっているんですね。はい、この間、できた方々は鮭の養殖というか孵化のお手伝いですかね、ああいうところのこう、水槽じゃないですけど、鮭がこう泳いでいる来るようなところのこう掃除をしたりとかですね、まずいわゆるこういくらがこうバーッとあって、そこにこう受精みたいなこともやってらっしゃったと思います。はい、先月紹介はい、報告を受けたと、はい、こちらの方を見て、ああ、ありがとうございます。はい、牡蠣の、あ、牡蠣もやられてましたね。はい、これは何ですか、養殖、養殖、はい、牡蠣の養殖のお手伝いを、はい、なんかしていたという、そうですね、はい、話を受けたんですが、はい、そうですね、牡蠣のそういった感じの実際にこう水産物とか、そうですね、はい、漁師さんのお手伝いというのがメイン、そうですね、はい、おそらく漁協さんだと思うんですけれども、そういったところを通して漁業支援という形でですね、しているようです。ちょっと私参加したことはないんですけど、はい、という、岩手の活動に関してなんですけれども、あとはですね、私の方にやっておりますのが宮城の方ですね。はいはいはい、宮城、今ですね、ボランティアバスで、訪問しているのがですね、気仙沼町、はいはいはい、気仙沼、市ですね、はい、それからですね、山本町というですね、宮城県の、どちらかというと福島に近いところですね、南の方ですね、はい、渡郡山本町という、はい、こちらの方、こちら2つともですね、瓦礫の撤去ですとか、気仙沼の方は夏の
夏はですね漁業支援もやっていたんですね、はい、あの養殖のこうあのイカダを止める重りを作ったりとか、ねはいはい、そういったことをやってまして、今はですね気仙沼の方があの、まあ畑がありまして、まあ、農業支援なんですけれども、はい、あのまあ、津波をかぶったもともと田んぼだったところですね、そこをですね あちらのですね、まあ、RQ、小泉さんという団体が借り上げまして、はい、でそちらにですねまあ、もともと田んぼだったんですけれども、もうまあ、かなりやられている方々は高齢の方で、まあ、続ける田んぼですね、田んぼをやられている方、はいはい、高齢の方で、もうちょっと、まあ、その方々で続けるのは少し難しいということで、厳しい、はい、厳しいというですね、はい、そうですね、借り上げまして、で、まあ、トマトの具体的には今年試験栽培なんですけれども、トマトをこう一区画作りまして、作って、そうですね、田んぼを畑に変えて、そうですね、まあ、いろいろ瓦礫がこう散乱当初大きな瓦礫で田んぼの中にも全部入ってしまって、まあ、もうあの海のから上がってきたヘドロですとか、そういったものが、塩とかもね、そうですね、塩もそうですね、でそういったものを撤去して、まあ、細かい瓦礫も、まあ、少しずつ取り出しまして、である程度、はい、こう植えられる区画ができたところにですね、今年試験栽培でトマトを植えられてしまうんですね、はい、でそこでトマトというのはいわゆる塩があった方がある程度こう塩分があった方が育つという植物ですね、はい、そういうものをですねトマトとかジャガイモとかあと何つったっけな、漢方薬の何からしいんですよ、はい、すいませんこんないい加減ないいでそれをですねまあこれから作っていこうという今は試験段階なんですけれども、はい、でそのじゃあそれは別に出荷するわけではなく、そうですね、出荷はしてないと思います。というのはですねこれまあ、ほとんどうちの団体がやってることではなくて、私たちはそこに行ってがれきの撤去のお手伝いをするだけなんですけれども、あでも実際のお手伝い、そうですね、そこの、はい、まあ、進んでいるプロジェクトはですね、まあ、そのできたトマトを、まあ、名前挙げていいのかどうかわかるんですけど、まあ、カゴメさんですね、トマトジュースを作っているが、会議員のメーカーさんに、で、まあ、今後そこのトマトジュース用のトマトの畑を広げていくというような展望があるところですね、被災地でそういうことをやっていこうという展望のある、土地の、まあ、まずはその植物が植えられるように試験の栽培ができるように、というようなですね、はい、その畑を、作るところの、瓦礫のお手伝いですね、瓦礫の撤去、細かいこう、まあ、生活用品ですとか、海から上がってきた石だとかっていうものがあって、トラクターが入るとこう壊れてしまうので、そのトラクターを入れられるぐらいの、このところまでですね、まあ、作り上げていくというか撤去して、まあ、そういう細かいものをこう呼び上げるのはやっぱり人手でないと、そうですね、はい、人手でないと、まあ、ちょっと難しいというか、という、まあ、まあ、その、気仙沼で行われている作業というのは、まあ、そこですね、それですとか、あとは海岸清掃ですね、というようなことをやっておりまして、で、また山本町の方もですね、やはりいわゆる農業支援でして、やはり畑の方に入ってしまったこう細かい瓦礫の撤去などを、主にやって、います。はい。じゃあ、一応お手伝いということで、そうですね。はい。今はその、大きな道の上の瓦礫なんかはもう全部取り除いてあるんですか？そうですね、もうほぼ残っているところというのはですね、まあ、あるにはあるんですけれども、まあ、我々が、まあ、活動に行っているところではですね、今のところももう現在のところ、まあ、普通の活動にはもう影響はないぐらいに、そうですね、はい、まあ、大きめの瓦礫というのはもう撤去されて、であとこう、まあ、まだ開発されない住宅のこう土台だけが残っているところがこう延々と続いているという、のがこう今被災地の現状ではあるんですけれども、でそこで、まあ、はい、人手でないとなかなかできない、そうですね、特に土作りというようなことが、今一番多く、どちらの、主にやっている山本便、気仙沼便で、多く行っている活動なんですね、はい、
あとは またあの冬場にはそうですね、もしかしたら漁業支援のニーズがあるかもしれませんし、はい、あとはそうですね、あの今まで海岸戦争というのをやっていまして、ちょっともう冬に入るとなかなか難しくなってくるんですけれども、はい、というところに、まあそうですね、宮城の方は大体各州、まあ山本町、気仙沼、次の滋賀また山本町、でまた次の気仙沼という、今のところこう各州で、まあ、月2輪ずつという形で出してまして、金曜の夜ですね、に、出まして、朝現地に着いて、土曜日の朝現地に着いて、まあ、お昼過ぎ午後です、ね、まで活動をして、またどこにも泊まらず帰ってくると、という強行日程で、続けてますけれども。今はその週ごとの感じで、そうですね、はい、なんかこの泊まって何日間というのは、特に今のところは、その宮城の方では活動は、そういった活動は、まあ、受け入れがない、そしてまあ、なかなかこう、参加者の方もですね、まあ、宿泊になりますと、宿泊施設をこうどこかに用意したりとかですね、かなり、まあ、参加費なんかも上がってしまうと思いますので、なかなかちょっと難しいところがありまして、まあ、日帰りでの、まあ、ボランティア活動というような形でですね、のをずっと続けている、はい、なるほど、はい、その、まあ、今日主にですねお話しさせていただくのはですね、実は、はい、この瓦礫の活動、瓦礫撤去の活動ではなくてですね、仮設住宅の支援というのをやっておりまして、これは石巻市の、仮設住宅に、避難された方の、はい、そうです、はいはいはい、というですね、はいはい、というところを、石巻市のですね、主に、今活動しているのはですね、はい、石巻市の、大森団地というですねところがありまして、はいはいはい、そちらの方でですね、まあ、どういう活動と、まあ、活動の内容というのはですね、はい、まあ、バスで20何人かで行きまして、団地の中にですね集会所というのがあるんですね、はいはいはい、まあ、結構大きかったりするんですけれども、仮設住宅の方用の集会所、そうですね、はい、そうですね、はい、そこでよくボランティア団体などがイベントを開いたりですとか、はい、何か、まあ、活動を行ったりとかしているんですけれども、まあ、そちらにも我々をちょっと我々もそれをその集会所を貸していただいてですね、はい、そちらの方で、まあ、住民の方々に集まっていただいてですね、まあ、例えば手芸教室ですとか、それから何かクラフト的なものをですね、紙で何かを作ったりとかですね、そうですね、であと現地の方々がお茶っ子と呼んでいる、まあ、お茶とかコーヒーとかを出してこう、喋っていただこうというですね、はい、そういった催しを、用意して、まあ、週に2回ずつですね、ごめんなさい、週に2回です、月に2回、今、定期的に、行って、活動して、来ているんですけれども。それは、仮設住宅に住んでいる方々の、まあ、交流を促進するといったような。そういうことですね、はい、そういった意味合いで、やっておりまして、はいはい、で、これからですね、ちょっと、紹介させていただく、仮設、はい、このボランティアバスチームの中にですね、仮設住宅支援チームというのがありまして、はい、こちらのですね、今、リーダーをやられている方々が、今、来てますので、紹介させていただいてですね、これからその仮設、住宅支援のですね、まあ、今までどんなことをやってきたかというと、これからどういうふうにしていくのかというようなことをですね、ちょっと喋っていただこうと、思っております。はい。はい。はい、で、そのチーム支援チームの方々はですね、出れました。まだ。どうぞ。内藤さんいいですか。はい。あ、どうですか。はい。はい、ではよろしくお願いいたします。あ、これ脱ごう。なんか繋がなきゃいけないですね。失礼しました。さっきはちらちらカメラの我々が映ってるんですが、はい、そうですね。はい。失礼。はい。ちょっと取り留めない状況でだらだらと続いてまして申し訳ないですけど、はい。まあ、はい、ちょっと意外なそのままの仮設住宅状態なんですが、何をカットしてくださいね。はい、こちら。さっきお腹出てたから。嘘だ。
リアルタイムじゃないよね。リアルタイムです。リアルタイム、はい、生中継、はい、急遽参加な感じです。ツーショットで、はい、はい、ではご紹介よろしくお願いします。はい、自己紹介。あ、はい、内藤と申します。斉藤さん。内藤です。内藤さん、はい、はい、失礼いたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは、ボランティアバスの、はい、仮設住宅支援チームの、はい、リーダー、はい、一応名前だけです。で、今はじゃあ、どういった活動をされているのか、はい、ご紹介ください。今は定期的に中型バスで、はい、一般参加者も含めて、スタッフはまあ大体いつもの 2,3 人なんですけれども、はい、大森という地区の河北地区にあるんですけれども、石巻から少し北の方で離れたところなんですが、そちらの仮設住宅にお邪魔しています。はい、で集会場をお借りして、そこを私たちの名前でお借りして開放して皆様に集まっていただいて、まあ、皆様住民の方々がコミュニケーションを取ってくださるような場を提供するっていう活動です。実際にはその交流を進めるについてなんかどんなことを思うんですか。そうですね、話の種っていうんでしょうかね、まあ、何もないと何て言うんですか、とかかりとして、はい、例えば、話のきっかけになる。そうですね、ちょっとこうお裁縫道具を持ってまいりまして、布地、歯切れを持ってまいりまして、まあ、これをまあ、こういうものを作りましょうかっていう提案を差し上げて、で興味を持たれた方が集まって、まあ針のそのもの自体のお話ですとか、まあ、最近どうしてるっていうお話などに発展していらっしゃるようなんですけども、そういうきっかけ作りはしております。なるほど。でもお裁縫とか言うとやっぱそこら辺主婦の方とか、そういった方がメイン。そうですね、おばあちゃまなんかとても得意で、よくまあ、今でもそうかもしれませんが、流されてしまう前はとても器用にいろいろ作ってらした方が多くて、とてもこちらが勉強になるような感じで。なるほど、はい。まあ、そういった教えてもらうっていう形で、はい、まあ、そうですね、そういうことも、はい、話が進んでくる。そうですね、はい、若い参加者何も私なんか特に年が向こうの方々と近いのでそういう何ですかね、若い人も喜ばれますし、お話しかけていただけますし、私のようなおばさんにもまあ、話が通じることも少しあるものですから、話しかけていただくこともあります。はい、どうでしょう、それ行ってみて、それやっぱりこう実際やる前とやった後とで、はい、変化とか感じられますか。それは当初とその毎回ごとではなく、始まった時から今までということでしょうか。はい、それはやはり定期的にお邪魔しているということもありますし、こちらの特徴としては、その一般参加者に一緒に乗っていっていただくんですが、経験が、まあ、私どもも浅いんですけれども、初めての方が多くてらして、そのため2回ほど、その一つのバスの便に対して2回に研修を受けていただく機会を設けて、必ず1回はそちらを通っていただいて、みんなのこのバスに乗る者たちの意識を統一して同じ気持ちで行くっていうことをずっと続けているものですから、そういう意味で、その神奈川さんっていう感じでですね、とてもそのし、まあ、とてもじゃないな、少しは信頼していただけるようになったかなと思っております。なるほど、はい、ちょっと心の交流も。そうですね、はい、はい、楽しみにしていただいてる感じだといいんですけれど。はい、そこ作ったものとかっていうのがどういった感じなんでしょうか。はい、そちらの
ご家庭ごとに置いておくとか。そうですね、意外に飾ってくださってるご家庭が多いようで、実際にお持ちしたり一緒についてって中に入り込むことはしてないんですけれども、飾ってるのよっておっしゃってくださってるご家庭が多いですね。はい、じゃあ結構もうある程度顔も分かってきて、はい、そうですね、それが一番安心してくださるポイントかもしれません、ね、スタッフはその都度変わるんですけれども、それほど多くない数のスタッフの中からいつも毎便2名は乗車スタッフといいますけれども、はいはい、参加者のなんていうんですかね、なんていうんですかね、ご案内も役もしておりますものですから、何週間かごとにまた同じ人が来るということはございますので、また一般に乗ってくださる方も、リピートしてくださる方が、はい、多いものですから、リピーターも出てきて、リピーターも出てきたっていうことなんですが、はい、それと参加者、はい、神奈川から行く側の、方の、反応っていうのはどんな感じでしょうか。そうですね、振り返りという時間を設けまして、活動の後、少し、休憩を挟んで、今日のその日の活動について振り返りをして、自由に発言していただく時間を設けてるんですが、ほとんどの方々は参加してよかったという、いろんな意味でだと思います。それぞれ思いが思って神奈川で持ち帰っていらっしゃると思うんですけれども、また参加できたらいいというふうにおっしゃってくださっています。はい、現場に行ってみて実際にこう体験して、その場の人と、はい、会ってみるとやっぱり、はい、テレビを通してとか、情報をまたぎりでとかっていうのと、はい、全然違った、ねものがあります、ね。そうですね、私も最初はそういうふうに同じように感じましたので、はい、そうですね、仮設住宅支援っていうのを始めたきっかけというか、はい、というところの話をまだしておりませんでした。仮設住宅というのが今もうかなりの個数1万以上、石巻でも1万個以上、ありまして、で、ですかね、ある一つのこう地域に住んでいた方々がまとまって入られる仮設住宅と、そうではなくていろんなところからこういろんな方々がこう集まってきた、大規模なところにですね、集まってくるといったの、住宅とありまして、でその我々が活動させていただいている大森団地は、はい、いろいろなところからこう集まってきて、いらっしゃる。元々のコミュニティがない。そうですね、ないというところですね。で、一番最後にこう募集してこう最後に入ってきた方々ということもありまして、で単身者が割と多いという、単身者の比率が多いというですね。で全部で400何校の50校、250校の、お部屋というか、に分かれているあるんですけど、世帯があるんですけれども、そういう中で当初全くこう知らない人たち同士がこう集まってきていて、で、都会の状態、なんていうんですかね、交流がないというところで、そういう中で孤立してしまって、例えば体調崩されても誰も気づかないというようなことを、最悪そういうことを防ごうということで、この団地の中の方々のこう交流を盛んにしようということで、どうしたらいいんだろうという中で、こちらで定期的に行ってバスで行って、ずっとこうそこに留まってですね、何か、ずっと毎日こう活動してられるということならいいんですけども、そういったこともちょっと我々の活動の性質上難しいというところがありますので、定期的にこう、今紹介していただいたようなイベントですね、イベントって言っちゃ変ですね、そういう催しをこう、開いて、皆さんに来ていただいて、その中でこうお知り合いになっていただいて、それぞれこう近くにどういう方々が住んでいるのかですとか、という交流をこう活発にしていただこうというような目的がありまして、なるほど、はい、あとは来ていただいて、普段
こう、まあ、こもってしまう方々が多いので、まあ、ちょっと気持ちを変えていただこうで、いろいろこう我々にいろんなことをお話ししていただいて、発散していただくですとかというような外出の機会と、そうですね、まあ、気晴らしいという、はいはい、というようなところが、なかなかこうやはり急にこう環境が変わってしまってという方々ですので、まあ、いろいろ生活上のストレスというかも多い、状況ですので、なので、まあ、あのイベントをこうイベント失礼しました、いろいろなこうあの催しをすることですね、は あ, の、まあ、あくまでこうその交流をするため の,、はい、あの手段ということで、特にあのそれを手芸教室をするということではなくて、何かを作っていただくことがメインではなくてですね、まあ、それをネタにこうあのお話ししていただければ集まっていただいて交流が起きればいいのではないかという、そういう狙いで始めています。はい、どうでしょう、あの最近行ってみて、はい、その今まで の, あの向こう の, あの、仮設住宅に住んでいる方々同士の交流とかそういうのは見受けられますか。うん、そうですね、あのもちろん見受けられるんですけれども、同じ方、同じ方が本当にあの大勢いらっしゃる、その同じ方が、また大勢いらっしゃるっていう状態で、そのあの、まあ、グループではないんですけれども、あのいお一人一人があの自然とその自然とっていうか、まあ、あのわざわざですね、あの来ていただくっていうことで、そういう意味ではそこではお仲間っていうか、私たちとあの、はい、返してお話しする、あの場が楽しくて、あのおいでいただけてるんじゃないかなと思いますが、そういう意味ではじゃあ、少しつながりをこう作れたかなっていう、そうですね、少しだけなんですけれども、総世帯数を考えますと、なかなかもうあの住民の方でもあの、まあ、第1から第4まで、あのナンバリングしたその団地があるんですけれども、はいはい、向こうの果ての方の果てのっていうか端の方の団地の方は住んでらっしゃるのかいらっしゃらないのかもわからないっていうことをお伺いしますので、とても私たちもう少ししかお手伝いできてなくて、全てをね、あの、こちら の, あの神奈川県から、全部面倒っていうのはなかなか、そうですね、もうおこがましいことで、あの とても無理なことだと思っております。はい、まあ、でも少しでもね、あの一人でも二人でもそうやってあのお知り合いとかお友達作っていただければ、ね、そうですね、はい、またあのさらにそのお友達のお友達として、徐々に輪を広げていっていただければと思いますけれども、はい、はい、今後のじゃあ予定とかはどういう、難しいところなんですけれども、まあ、永遠にあのお邪魔することもできませんし、そのうち、まあ、ポチポチとですけれども仮設からあの、はいはい、新しい生活に移り変わっていらっしゃる方々もおいでになって、はい、まあ、少しずつそういう方々増えて、あの人口がというか住んでらっしゃる方が少なくなっていけばいいなと思いながらも、はいはい、まあ、寂しいなと思いながらも、でも、まあ、あのなるべくあの細くでも長くつながりを持っていけたら私どもは嬉しいなと思っております。その都度その確認をさせていただいて、はい、あのいいんでしょうかお邪魔してっていうふうにあのお伺いするようにしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。それではちょっとこのボランティアバスに、まあ、参加したいなってあの思って、いただいた方が、はい、実際にボランティアバスにあの応募するにはいかがですか、どうしたらいいんでしょうか。はい、これはですねあの、まあ、ボランティアステーションのホームページがありまして、はいはい、そちらからですね、応募、いただけるようになっております。はい、はい、パソコンがないとね、そうですね、パソコン、まあ、あの携帯からでもあの、いけるようになっておりますので、あ、はい、はい、では、ボランティアステーションのページに行くにはどうしたらよろしいですか。はい、そちらはですね KSVN と検索していただければ、あの KSVN ですねで、検索していただきますと、はい、あの一番探しやすいのではないかと、思います。はい、KSVN でこう、はい、検索した結果、はい、が、
アドレスを、ね、はっきり言えなくて申し訳ないです。はい、で、はい、このページですね。あ、そうですね。はい、そうです。はい、こちらです。はい。はい、このページにじゃあ、たどり着いたらどうすればよろしいんでしょうか。はい、ページのですね、一番上の段ですね、はい、に、ま、あの募集中という、書いてあるありまして、はいはい、その募集中にですね、あの、ま、今、募集中の、ボランティアバスがございます。で、具体的にですね、仮設住宅支援につきましてはですね、これ、ま、今ですね、一番トップページには出て、いないので、今後の予定から入りますね、私は。今後の予定、うん、ここの赤の、はい、今後の予定はこちらから、はい、そうするとカレンダーが出てまいりますので、はい、活動カレンダー、いろんなバスのカレンダーが出てまいります。あ、なるほど、はい、もう下ですね、はい、これでバスマークがついている、ボラバスってなっているんですね、はい、はい、で、今ですね、募集中なのはですね、こちら12月の、次の、次の、はい、次、12月ですね、12月の、7日出発の、石巻という、146便の石巻、かっこいい石巻となっています。あ、はい、こちらの方ですね、このリンクに、入っていただきますと、応募の方が、はい、石巻、はい、こっちの方、下の方、そちらですね、そうです、下の方ですね、はい、はい、で、クリックすると、クリックするとダイアログが出てきて、さらにこう、あの下の今の赤い字のところですね、あ、はい、はい、あ、そうするとそれが出まして、はい、詳細が、あの活動内容も、はい、あのご説明しておりますし、応募っていうか募集してあの状況が分かるように残り何席って書いてありますので、残り9席って、はい、はい、ぜひ、はい、急ぎ、はい、応募していただければと思います。なるほどですね。じゃあ、 あと残り9席ですので、はい、急いでこう、はい、応募していただくという感じで、はい、そうですね、 あのご関心、はい、ご興味ある方はぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、今日はありがとうございます。ボランティアバスチームで、私は新井と申します。内藤さんでした、はい、はい、ありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。じゃあ次ですね、ホームページのですね、お助け隊というのがありまして、そちらのチームをご紹介させていただきたいと思います。はい、では自己紹介からよろしくお願いいたします。こんにちは、こんばんはですかね、すみません。神奈川東日本大震災、ボランティアステーションホームページお助け隊の、落合と申します。よろしくお願いします。はい、同じく吉田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホームページお助け隊というとですね、はい、ちょっと、災害の、ボランティアっていうのはホームページっていうのはちょっと結びつきにくいと思うので、そこら辺からちょっとそうですね、はい、ボランティアステーションが始まった、2011年の3月から、1ヶ月半ぐらい経ってですかね、被災地での、ボランティアの活動ですとか仮設住宅で、パソコンの、利用が始まりまして、その時にパソコンのセットアップですとか、無線 LAN の設定ですとか、そういったあの IT 周りのですね、助けが、まあ、求められまして、その活動を、始めたのがあのきっかけになります。はい、もともとはじゃあ、ホームページを助け隊ではなく、パソコンを助け隊、そうですね、あの名前も IT を助け隊という名前で始めまして、
実際に仮設住宅に行ったり、してあのパソコンの設定とかですね、インターネットの設定をお伝えしていました。その活動を半年、続けていったところですね、あの、ホームページを、開設したいというあの方々と、出会いまして、で、休園っていうところから、はい、だんだんと復興というところで、そうですね、まだまだその瓦礫ですとか、あの清掃といった活動があのメインだった頃でもありましたけども、徐々に、復旧が進み、復興が進みという中で、自分たちの、あの、営業情報等をインターネットで情報発信していきたいという方々が、現場でこう、新しくお店をこう、そうですね、そうですね、徐々に、はい、お店とか実際に生活してますから、そうですね、営業活動がこう再開されてきて、今この時代ですからホームページも必要だければ、そうですね、お話が出てきて、そうですね、具体的にさせていただくと、今年2012年の1月頃でしたけども、陸前高田の、ホテル三陽さんという、民宿を経営している、方々なんですけども、高台にあったということで、津波の被害は免れて、で一時はあの避難所として、提供されてきて、で、ある時から営業活動を開始されたんですね、で、営業が開始されて、徐々に客足は戻ってくるだろうというあの期待はもちろん持たれていたんですけども、さらに、一歩踏み出して陸前高田の、宿泊状況がどうなっているのかとかですね、観光施設がどの程度復旧復興しているのかということを積極的にあの情報発信していきたいと、それが、3年後5年後10年後を、見渡した時の、重要な活動になるんじゃないかというふうに、思われてまして、とはいえ、それまではあのあるあのトラベルサイトの方に、ちょっとした案内を出したことしかですね、されてなかったんですけども、自分 の震災前はそうですね、そうですね、自前のホームページを持って、そこで、施設の案内ですとか、プランの案内ですとか、また食事のメニューの案内とか、そういうことをあのもっと情報量を増やしてやっていきたいということを思われてました。ただなかなかあのホームページ自前でやったことがないという、心配も、不安も、持たれていたので、そこを私たちがですね、あの一緒に参加させていただいて、ホームページ立ち上げるということができたと、で、私たちも、私もですけども、それまでホームページを作ったことはなかったんですね。そんな私でもあの手軽にあのホームページを作れる道具というか、そういうインターネットのサービスが、あのジンドゥと呼ぶんですけども、そのサービスと私たちがこう出会ったっていうことも、あの一つのきっかけ で、そのサービスを使えば本当に無料で、短期間で、ホームページが作れますと、いうお話とうまく、結びついてですね、ホームページを持っていただいたと。でその西陽さんがきっかけとなって、その他の、方々もじゃ あのうちもホームページ作りたいよというお話。そうですね、遠野にあります、金太郎ハウスを通じた、ご依頼があったり、あとはあの中長期ボランティアの方々を通じた、あの問い合わせがあったりですね、それがあの春ごろからですね、徐々に増えていって、今日までに約30のですね、ホームページを、開設するのをお手伝いさせていただいてきました。じゃあそういうことでホームページお助け隊というのを立ち上げて、30ぐらい、そうですね、実際に立ち上げた、そうですね、じゃあこちら今、このホームページお助け隊の、ページの方で、画面を飛ばさせていただきますけれども、こちらの方が、ボランティアステーションのホームページお助け隊のページです。はい、はい、
ここに、まあ、私たちの基本姿勢が書いてあったりですね、はい、下の方に行きますと、普段の活動をですね、はい、まとめてあります、はい、約毎月ですね、自主的に講習会を、催しておりまして、で、まあ、横浜市内でですね、講習会をもって人類のトレーニングをやっております。だいたい10人から15人の方々が集まってですね、で、生徒さん、まあまあ、そうですね、まあ、先生といってもちょっと先に始めたぐらいの先生なので、まあ、みんなで毎回新たな使い方を発見したりですね、じゃあ講習会というよりは勉強会、そうですね、そうですね、まさに勉強会ですね、はい、なので4月から始めて8ヶ月連続で今までやってこれてまして、まあ、延べ100名ぐらい の、 方々が私も含めてですね、参加してきました。それはホームページ、神奈川の方でお助け隊として手伝いたいよということで、そうですね、ホームページに興味があるだったり、できることがあればやりたいとか、なかなか被災地現地に行くのが時間的に難しいんだけど、まあ、県内でこちらでできる活動があればぜひやりたいということを、私たち の、 活動報告とかをご覧になってですね、で講習会、まあ、勉強会にそれもホームページで案内してますので、そちらで申し込んで来られたりしてますね。こちら実際にこうちょっと作ってあげたというような感じの、はい、どちらでいけばいい、ホームページの方のこれまでの実績っていう、はい、これですか、これまでの実績、サンヨさん、そうですね、でも見ると随分本格的っていうかですよね。普通に代理店とかで頼んで作ったような本格的なページですよね。これもその人事の、そうですね、で、ええ、立ち上げられる、いや本当にホームページっていうといろいろな専門用語だり専門知識が必要と言われますけども、はい、本当にマウス一つと本当に表計算ですとか、ワードワープロ文章作成のようなパソコンができる方であれば本当に作っちゃえるような、でこうお手伝いをしていたのはもうこれだけ、そうですね、まだ全てここには掲載されていないんですけども、本当に一つ一つがまあ、お話をいただいたきっかけだったりですね、まあ、それを作る過程だったりですね、まあ、できた後のまあ、効果といいますか、それぞれ一つ一つこう思い出されますけど、もう本当にデザインもいろいろでこう要するにテンプレートを使っているような感じでもなく、ですね、このそれぞれすごい、まあ、素晴らしいデザイン、はい、これも全部テンプレートも結構用意されているので、旅館だったり、学校だったりですね、商店だったりですね、まあ、花屋さんだったり、そういったテンプレートがあるので、まあ、それを使って、やることができますし、あとはお助け隊の中にですね、イラストを作るのが得意な人がいたりですね、あと写真を撮るのが好きな仲間がいたりですね、まあ、そういった得意なところをですね、こうみんなでこう、まあ、合わせてですね、やるのがまた楽しかったりしますね、僕らも。じゃあ、まあ、そうやって講習会とか勉強会をこう通じて、はい、
徐々にこう皆さんのスキルもアップするし、まあ、仲間も増えて、そうですね、いろいろできるようになって、そうですね、そうですね、すみません、僕ばっかり喋っちゃってますか。それでいい。この、 あのカールさんがですね、はい、本当にあの現地に、行かれてですね、まあ、先ほどの実績のところのですね、はい、多くをですね、手掛けられてきた、まあ、カールさんで、はい、いくつかちょっと、全部ご紹介したいところなんですけど。で結構でもこういうものって、うん、現地と離れてやっちゃうと要望と実際に作ったもののイメージのギャップとかがあったりなんかして結構苦労されたりとか、そうですね、そういうことっていうのはなかったんですか？案外なかったんです。ああそうですか。っていうのが私がたまたま最初にやったのはその南三陸の、はい、わかめをそのネットで、まあ、加工したやつをネットで販売したいと、はい、でどうもネットでやるとその売れるかもしれないっていう大雑把な話で、じゃどんなのしますかって言っても、いやもう何でもいいんですっていうまあそれがニーズで、ただ自分たちはできないのでちょっと運用はお願いしたいというようなぐらいでしたね。で来るネタも写真と簡単なあれしかないので、だからそれを最初はとりあえず作ってみて、はい、でもまあそこではその内容よりもやっぱりこうインターネットでホームページを作った途端になんかすごい注文が本当に殺到しちゃったっていう、それはこちらも予想しなかったぐらいに、あそういう現実があるんだなということで、そこの団体の人とはずっと電話かメールぐらいでしかできなくて、向こうもパソコンに苦手という人なので、まあ、半年経って初めて向こうに行く機会があってお会いしたんですけど、まあ、そんな形でもうそれまで全然会ったことなかったの、はい、まあ、他にもそういう全くまだ一度も会ってないところもあるんですけど、もう一つは実際に行った時に、たまたま話を聞いてみたりとか、はいはい、その場で何か話をしてるうちに、実はもうホームページあったんだけどもう作ってもらったのでもう更新するのが大変とか、まあ、できてませんっていう人があると、じゃあちょっとやってみますかっていうことで、はい、ちょっとそこでその場で作ってみてあげたりとか、そんないろんなパターンがありますけど、ただ贅沢は言わないでくださいということを最初に言ってくださ、はい、どんなんでもよければということを話をハードルを下げてもらって、で作ってあげて、まあ、それで、まあ、多くの方は、まあ、それで十分という、ことですね。まあね、今まで全然なかった情報発信できなかったもので、うん、そうなんです、うん、なるほど。じゃあこれ今30いくつ、はい、もう出来上がってるっていう、今まだ制作途中とかそういったものがあるんですか？そうですね、実際今活動中の制作中のものもありますし、出来たてほやほやのものもありますね。一つ本当に、まあ、それぞれにそのホームページの、まあ、主がいてですね、皆さん本当にいろいろ多方面で活躍して頑張っていらっしゃるので、それを全てご紹介したいんですけども、ちょっと時間も限られているので、ちょっと一つだけ小川旅館さんというですね、はい、先ほど の実績の中の中段に、はい、ある小川旅館絆館という、はい、このそうですね、青いところですね、そうですね、はい、はい、こちら、はい、はい、小川旅館、はい、はい、ここのホームページをですね、はい、先週末に、リニューアルをしまして、はいはい、公開したばかりですね。来週の月曜日でしょ？そうなんですね。復活ということで、はい、まあ、ホームページをお持ちでなかったこともありますけども、津波の被害を受けられて、はい、で場所をですね少し離れたところに移転をなさって、で再起、再開をですね今年の
春ごろに、まあ、大きめになって、で5月ごろからですね、あの基礎工事から始まって建築が始まって、内装ですとか食器ですとかもう全ての準備を、まあ、この半年ぐらいで、されてきた旅館さんで、で、まあ、その準備を始めるときに私どもあの、とまあ、あのきっかけがあってですね、でその立ち上げ準備をの過程をですね、こう情報発信していったらどうかと、で、まあ、営業再開した時にですね、あのその情報があの十分にこう広まるように知れ渡るようにということで、半年前からですねホームページを作って、建設の様子等をですね、あの、はい、リアルタイムそうですね、でまあ、あのおかみさんも写真を撮って、はい、ここまでできましたとかですね、布団が届きましたとか、もう徐々にこう準備が整っている、そうですね、はい、でようやく、先週までに、まあ、外装内装の工事が、はい、ほぼ終わったっていうことで、あのお邪魔してですね、あの写真をあの撮らせていただいて、であの実は今日あの本当はここにあの出席したかったんですけども、あ出演したかったんですけども、万行さえさんっていう万行さんがですね、まあ、カメラ好きな女性で、でまあおかみさんとも、まあ、女性同士で、あ、まあ、ちょっと気心も知れた、間柄なんですけども、はい、万行さんがあの写真撮影されて、でその写真をこうアップしてですね、であの公開をしたのが先週末でして、はい、出来たてほやほやで、でまあ、あの旅館の方も来週3日から開業するということで、もしあのこの放送を見てらっしゃる方でですね、大槌町の方に行く機会があったらですね、ぜひあの泊まっていただきたいなと思います。ちょっとあのなかなかあのそんなに大きくはないですけど、なんかあの居心地良さそうな感じのところですよね。そうですね、あの洋室と和室が選べまして、もう和室は新しい畳ですので、本当にいい香りが充満してましたし、ただあの元々あった場所に建てたいっていう場所はまだあの建物ができないので、今と仮設の場所なんですね。だから旅館そのものも最終的な形というよりは、どちらかというと今仮設的なあのでしかできなくて、何年か経つとやっぱり取り越さなきゃいけないという意味では、かなりまあ過酷な条件ですよね。私もたまたま最初から絡んでたので、まああのまあおかみさんを助けるにはやっぱり女性が関わった方がいいかなっていうんで、その万行さんと一緒に行ったりとか、途中途中、まあ、落ちていく機会が多いもんですから、行って写真を撮ったりとか、まあ、あのそんなようなことをしながら、まあ、ある程度そのただホームページ作るだけじゃなくて、まあ、ちょっと違う意味でのこう、まあ、サポートができればいいかなっていうのは、まあ、そんなこともやったりしてきました。これあの今ホームページ の、 あの地図のはいはいはい、あれあのバイパスからすぐで、もうすぐです。便利なところにありますね。そうです、あの、マストというそのショッピングセンターがあるんで、もうすぐそのそばなんですよね、ものすごい便利ですね、この場所そのままやってもいいんじゃないかなそうなんです、場所的には全然いいですよね。そうですね、そうですね、まあ、一応住宅街なんで、まあ、あのこのしばらくはここでやって、その後そうですね、その町の再開発の計画が発揮した時点で、あのまた移動という、まあ、幕末から続くの旅館ということで、やっぱり定期的に大槌町に来るビジネスのお客さんとかですね、やっぱ環境のお客さんとか、かなり固定客があのいらっしゃるようで、開業を心待ちにされている方々が多いと聞いてますので、まあ、仮説ですけど、まあ、にぎわうといいなという感じですね。それではですね、こちらじゃあ、自分たちも
ってか見ていただいた方が、じゃあ俺もじゃあホームページを助け隊入ってちょっとお手伝いしたいなっていうような方がもしいらっしゃいましたら、これはどうしたら一緒に参加できるんでしょうか。はい、一番簡単なのは、はい、毎月やっている勉強会、はい、まあ、講習会に、はい、軽い気持ちで来ていただいて、はい、まあ、約2時間ですけども、一緒になってですね、そのジンドゥを触ってみて、で、まあ、マイホームページを、まあ、作りながらですね、あ、こんなに簡単にできるんだっていうのを実感していただいて、で、実際のプロジェクトの方にですね、まあ、タイミングとか合えばですね、まあ、参加していただくという流れが一つお勧めしたい流れですね。はい、そうすると、その、講習会、勉強会に参加するにはどうしたら、はいはい、先ほどのホームページのですね、はい、トップの、はい、ところを写していただけますでしょうか。はい、の、中段のところにですね、はい、イベント案内と、ございます。はい、はい、でここに詳細とお申し込みはこちらとありますので、はい、ここをクリックしていただくと、スケジュールが出てきます。はい、申し込みフォームが出ていますので、そちらで、はい、名前とかですね、はい、記入していただいて送信と、はいはい、これはもう直近の講習会が、はい、いつもこう、ね、来れば出てるという、はい、まもなく1月以降もここに告知されると思いますので、はい、このホームページを見ていただくのがよろしいかと思います。はい、今度は逆にですね、ホームページを使ってもらいたいという方、はい、そちらの方はですね、ここもですね、はい、ホームページのですね、メニューの、トップページの方から、はい、はい、トップのですね、ホームページ依頼はこちらという、はい、メニューのホームページ依頼フォームというところに行っていただけますでしょうか。サブメニューのもう一つのサブメニューです。ホームページ依頼フォームっていう。依頼はこちらに行ってから、はい、ホームページ依頼フォーム。はい。はい、ここでですね、はい、お手伝いのですね、依頼を投げていただくことができるようになっています。はいはい、ここに基本的な情報をですね、入力していただいて、送信していただければこちらの方で受け付けて、そこからコミュニケーションを始めさせていただいて、で、まあ、いつ頃どのようなホームページ作りましょうかという相談を始めることができるようになっています。はい、こちらのホームページ の依頼をするのに、例えば 何か条件とかはありますか。特にございません。まあ、復興のためにですね、関わっている、団体、個人、まあ、プロジェクト、の、 方々の依頼を、まずはお聞きしながらですね、まあ、できる範囲となってしまいますけども活動させていただきますので、まずはここからエントリーしていただければと思います。はい、じゃあ今後、まずはこのホームページを助けたいのページに行って、それぞれ、お手伝いしたい方、ページ作っていただきたい方、はい、それぞれに、ホームページの方からお申し込みいただきたい。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ今後ともまたホームページの助け隊の方の活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。はい、では、本日、アマコソリー第94回ですね、KSVN の方からお送りしてきましたが、そろそろ時間になりましたので、これで、そろそろ終わりにしたいと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜100
中